皆様、別格対策講習会をご覧いただきありがとうございます。鹿児島市保健部感染症対策課の森重と申します。動画1に引き続き結核について、特に外国出生結核患者の支援について皆さんにお伝えできればと考えています。テーマはこれで安心、外国出生結核患者の支援についてです。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、結核と聞くと皆さんどのような印象をお持ちでしょうか。昔の病気じゃないの？とよく言われます。しかし実は結核は世界ではまだまだ大きな問題です。 WHO によると、結核は2020年に世界で1000万人の新患者が発生し、150万人が死亡しました。また世界で結核は死因の第13位であり、感染性の死因としては新型コロナウイルス感染症に次ぐものです。では日本ではどのような状況なのでしょうか。日本国内における外国出生結核患者の動向を見てみます。このグラフを見てわかるように、外国で生まれて日本で結核であることが分かった患者さんはオレンジの棒グラフのように増えています。また日本全体の結核の患者さんのうち、外国で生まれた方の割合は青色の折れ線グラフのように、2010年は 4% から2020年は 11.1% と約3倍に増加しています。さらに年代別に見ると、どの年代でも外国生まれの結核患者数が増加しているとともに、最近では若年層における外国生まれの患者さんの割合が高くなっています。2018年では日本人が 29.1% であることに対し、外国生まれの患者さんは 70.9% に達しました。では日本と世界を比較するとどうでしょうか。動画1のおさらいになりますが、この図は2017年に新たに結核にかかったと推定される患者さんの罹患率を表しています。色が濃いほど罹患率が高く、色が薄いほど罹患率が低いことを表しています。コロナ禍の影響が示唆される中ですが、日本は2021年に人口10万人あたりの罹患率が10を切ったことから低蔓延国となりました。世界では南アフリカや東南アジアが罹患率が高いことがわかります。次は日本における外国生まれの結核の患者さんについてもう少し詳しく見ていきましょう。この円グラフは外国で生まれ日本で結核と診断された患者さんの出身国別割合を表しています。フィリピン、ベトナム、中国、インドネシアの順に多いことがわかります。実はこの上位4カ国は技能実習生の受け入れ上位4カ国と一致し、ベトナムと中国に関しては留学生の受け入れ上位2カ国と一致します。つまり技能実習生や留学生の受け入れが多い国の人々は、日本に来てから結核と分かる人も多いということです。外国人の治療に対する捉え方についてです。日本には国民皆保険制度があり、病院を受診すると自己負担額が医療費の原則3割となったり、年齢などによって負担割合は異なりますが、高額療養費などの給付制度を受けることができます。しかし外国では病気になり病院を受診、薬を処方または入院すると日本とは医療制度等が異なるため、治療費の自己負担が高額となることがあります。また病気になっても薬局の薬や民間治療で治すことがあります。さらに言葉の壁も問題となります。例えば外国生まれの結核の患者さんと日本語で
訪問の約束や説明等をしますが、約束した日に会えなかったり、説明の内容を理解できていないことがあります。これは日本語をよく理解できていなかったことに起因しています。外国人の方に結核という病気をより深く理解してもらうためには、一人一人の日本語の習熟度に応じた対応が必要になります。このように、日本とは異なる習慣や価値観を持っていたり、言葉の壁があるため、結核の発見の遅れや治療に対する認識に差が出たりすることがあります。では、それらを防ぐためには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。ここからは早期発見のポイントとして、症状、入国前スクリーニング、健康診断の3つについてご説明します。早期発見のポイント、まずは症状についてです。動画1でも説明がありましたが、結核の症状とは、咳、痰、寝汗、発熱、倦怠感などで、このような症状が続くときは要注意です。ところで、結核には感染と発病の違いがありましたね。結核の菌を持っているだけの状態を感染、結核の菌を含んだ咳や痰をするようになった状態を発病と言います。発病すると咳や痰を通して周囲の人に感染させる可能性があります。そのため自分自身だけでなく周りの人のためにもただの風邪と思わず早めに病院を受診することが大切です。早期発見のポイント、続いては入国前スクリーニングをご紹介します。現在は日本と外国とで準備を行っており、実施予定のものです。冒頭で説明した通り、日本の結核の患者さんのうち若年層では外国生まれの患者さんの占める割合が高く、その中には技能実習生の発病もあり、地方の問題になっています。よって入国前にレントゲン検査や痰の検査を実施し、結核の疑いがない場合にその証明書を発行し日本に入国できるという制度が入国前スクリーニングです。対象の国は入国後日本在留中に診断された結核患者数の多い上位6カ国、具体的にはフィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマーです。この国々は日本と外国の比較のスライドでご説明したように、技能実習生や留学生の受け入れ人数が多い国々と一致します。また対象者は日本に90日以上滞在するものとなっています。早期発見のポイント、最後は健康診断についてお伝えします。日本における外国出生者に対する結核検診には、学校、事業所、市町村の3つによるものがあります。また、外国人技能実習生の健康診断は、労働安全衛生法に、留学生の健康診断は、学校保健安全法に定められています。いろいろな項目があり、その中の1つが、結核の発病の有無を調べるレントゲンと痰の検査です。先ほど説明したように結核を発病すると他の人にうつす可能性があるため、検診により感染・発病の有無を早期に発見することが大切です。以上ご紹介した3つの早期発見のポイントをぜひ皆さんにも覚えていただきたいです。ここまで結核早期発見のポイントについてお伝えしてきました。では次は、もしレントゲン検査の結果、胸に影がある、結核の疑いがあると言われた場合の対応についてご説明します。まずは受診の準備を行います。最初に状況を理解してもらうために、皆さんから技能実習生や留学生へ説明をお願いしたいです。本人への説明として、病院で検査を受ける必要があること、結果によっては副
数回の受診や入院となる可能性があること、受診時はマスクを着用することを伝えてください。次に持ち物の確認です。健康保険証、お金1万円程度を持っていくよう伝えます。またあれば紹介状を持っていくと良いです。また受診先を決めます。診療科は内科、できれば呼吸器内科が良いです。またスムーズで正確な問診、診察、検査のために通訳のできる付き添い人も必要です。医療用語もわかる人が理想です。次は実際に受診します。流れとしては初診受付で手続きをした後、紹介状を渡し、医師の診察の後検査を受けます。検査内容は治療が必要かどうかを確認するための CT 検査と、人にうつす危険があるか確認するための痰の検査です。ここからは検査の結果、結核と診断された時の対応についてご説明します。今までにも何度かお話ししたように、結核には感染している状態と発病している状態がありましたね。結核と診断された時、感染している状態か発病している状態のどちらかでその後の対応が変わってきます。まずは発病している状態、つまり他の人にうつす可能性がある場合について、この場合は他の人にうつさないために入院して治療を行う必要があります。まずは本人に入院治療が必要なことを説明します。入院期間は 2、3 ヶ月が目安ですが、病状により長引く場合もあります。またその間通学やアルバイトはできません。退院時期は痰の検査の結果により人にうつす危険が消失した後です。また入院時の注意点を説明します。入院時の注意点とは、具体的には在留資格はいつまでか、入院中の家賃、公共料金の支払いはどうするのか、退院後帰国する可能性はあるのか、復学、アルバイトはいつから再開してよいのかといったことです。次に感染している状態、つまり人にうつす可能性がない場合について、この場合は他の人にうつす心配はないため入院せず外来通院で治療が可能です。まずは本人に外来通院で治療が必要なことを説明します。また処方箋を持って薬局で薬をもらうことなど、日本での外来受診の方法を説明します。薬は毎日忘れずに飲み続けることがとても大切です。しかし結核の治療期間は長いため、薬を毎日飲み続けることができるよう周りの支援が必要となってきます。また長期に続く治療を成功させるためには、日常生活の過ごし方も大切です。まずは毎日の薬を忘れずに内服することが重要です。またタバコやお酒は禁物です。タバコを吸うと肺に負担がかかり、お酒を飲むと薬と同時に肝臓で処理されることから肝臓に負担がかかります。その他の日常生活では、栄養をしっかりととり、睡眠も十分に、体力をつけることを心がけることが大切です。これまで結核を疑われてから診断された時の流れについてお話ししてきました。患者の発生は完全に防げるものではないため、発生後の対応が非常に重要です。それではここからは結核の患者さんが発生した場合の保健所の役割を流れに沿ってご説明していきます。この図は患者さんの動きに合わせて、
保健所がどのような役割を果たしているのかを表しています。まず患者さんが結核と診断されると、保健所は病院から発生届を受理し、疫学調査を行います。疫学調査では接触者の確認に加えて、治療費や薬のこと、保健所による服薬支援についてお話しします。その後、接触者検診を対象者へ案内します。また治療開始に伴い、病院から公費負担申請書を受理し、公費適用の妥当性について判断します。その後、患者さんの内服期間は定期的に服薬支援を行い、退院前は必要に応じて面接を実施します。治療終了後は2年間の管理検診を実施し、それが終わるとフォローを終了します。これらすべてを合わせると、一人の患者さんと関わる期間は原則短くても2年半、長い人では3年以上になります。では次はこの図の中で服薬支援ドッツについて詳しく説明します。保健所に欠かせない役割としてドッツというものがあります。ドッツとは日本語で直接服薬確認短期化学療法という意味で、支援者が患者の服薬を直接確認することによって、患者が確実に薬を服用し、確実に治療を終了するための支援方法のことです。加えてドッツでは、薬に関することや受診に関することなど、患者さんやご家族の相談になります。定期的にドッツを行うことで、副作用や体調の変化に早く気づくことができ、治療中断、薬が効かない菌の出現や再発を防ぐことにつながります。治療期間には個人差がありますが、半年から長い人では1年以上かかります。そのため患者個々に合わせたドッツを行い、長期の服薬を支援します。このようにして患者さんの治療が成功するようサポートしています。次は接触者検診について詳しくご説明します。繰り返しになりますが、結核の患者さんが発病していた場合、感染性があるため、周囲の人に感染が拡大していないか確認するための検査を実施します。これが接触者検診です。接触者検診の詳しい流れをご説明します。接触者検診が必要と判断されたら、まずは職場や学校等で患者さんと接触があった方の名簿を提出していただきます。その後、保健所が対象者を選定し、検査を案内します。検査は大きく分けて2種類あり、1つ目は血液検査です。感染しているか調べる検査で、患者さんと接触した時期の直後と3ヶ月後に実施します。結果が出るまで約1週間かかり、電話と文書で結果をお知らせします。陽性なら精密検査で発病しているか調べます。2つ目はレントゲン検査です。半年おきに4回、2年間フォローします。こちらは発病リスクの高い高齢者や過去に感染したことのある人が対象となります。ここまで保健所の役割について説明してきました。保健所が円滑な支援を実施するためには、患者さんや接触者、関係者の協力が必要不可欠です。そこで技能実習生や留学生と日々関わっている皆様にいくつかお願いがあります。結核の予防と早期発見のために、症状が長引く人に受診を促してください。繰り返しになりますが、結核の症状とは2週間以上続く咳、痰、寝汗、発熱、倦怠感などです。また技能実習生や留学生が結核を疑われた場合は、
受診の準備のお手伝い、受診の同行をお願いします。また定期検診に関して、定期検診の実施と未受診者の受診勧奨、結果の把握をお願いいたします。結核に関しては特にレントゲン検査の結果に注意してください。また本人の理解度に応じた優しい日本語での結果説明も重要です。検診で陽性密判定であれば、病院の受診勧奨を行い、精密検査の結果まで把握していただきたいです。接触者検診に関しては、接触者の把握、保健所への名簿提出、検査対象者への説明、受験勧奨をお願いします。対象者の選定から結果返しまで、保健所との連絡窓口となっていただければありがたいです。特に情報提供のご協力をお願いいたします。また技能実習生や留学生が実際に結核と診断された場合には、発生届を受けた後、保健所が患者さんを支援しますが、結核の薬は長期間毎日飲む必要があり、継続が困難です。治療途中で薬を飲んだり飲まなかったり、飲むのをやめたりすると、薬が効かない菌が誕生してしまい、病状が悪化する恐れがあります。よって、治療継続のために、皆様、スタッフ複数人による毎日の服薬確認の声かけをお願いいたします。最後に、外国生まれの結核患者さんを支える資源をいくつかご紹介します。まずは、英語やベトナム語、ネパール語など多言語に対応している外国人結核電話相談というものがあります。また、結核のパンフレットも多言語に対応しているものがあります。これは、保健所が結核の患者さんに実際に渡しているパンフレットです。両方同じ内容のパンフレットで、左が日本語、右がベトナム語で書かれています。例えば、皆様の職場の技能実習生や留学生が、咳が長引いているにもかかわらず、病院を受診しない場合はどうしたらよいでしょうか。あなたが心配ですと伝え、受診を何度も促しましょう。その際、結核予防会のホームページに掲載されているこちらの外国語版パンフレットを本人に読んでもらうことで、当事者意識を持ってもらいましょう。また、患者さんの長期服薬を支援するアプリも開発されています。こちらも英語表示に対応しており、外国生まれの患者さんの服薬支援に有効であったという実例があります。その他、医療通訳を用いて患者さんとコミュニケーションを取る自治体もあります。このような資源を活用しながら、皆様のご協力もいただけると幸いです。講演は以上で終了となります。ご視聴ありがとうございました。アンケートのご協力をお願いいたします。